ジョン・ウィリアム・ウォーター・ハウスの1909年の絵画、ティスベ、個人像。ピューラモスとティスベは、ギリシア神話及び、ローマ神話の人物である。長母音を省略してピューラモスとティスベとも表記される。二人の物語は、オビディウスの変身物語に収録されており、シェイクスピアの戯曲、ロミオとジュリエットのモチーフになったことでも知られている。 昔、バビュロンの町にピューラモスという美青年とティスベという美少女がいた。二人は同じ家屋の壁一枚で仕切られた隣同士に住んでおり、いつの間にか互いに深く恋したいようになっていた。しかし、二人の親同士は互いに折り合いが悪く、どちらもこの恋には反対しており、二人が顔を合わせることすら許さなかった。そのため二人には、 厚い壁に一箇所だけ空いた小さな隙間を通して、毎夜密かに愛を囁く他にできることがなかったが、死母の情はますます募るばかりだった。そしてとうとう二人は、この恋が許されるものでないなら、いっそのこと二人で駆け落ちして、どこか遠いところで一緒に暮らしていこう、と決意するに至った。そこでひとまず、バビュロンの街の外れに、ニノスの墓所で落ち合おうと約束した。さて、 約束の晩、ティスベイは親たちが寝静まるのを待ってそっと家から抜け出し、待ち合わせ場所に向かったが、ついてみるとピュラモスはまだ来ていなかった。小さな泉のほとりにある白い実をつけるクワの木の下でしばらく待っていると、突然闇の中から猛獣のうなり声が聞こえてきた。ティスベイは慌ててその場から逃げ出したが、その際に頭に被っていたベールを落としてしまった。姿を現したのは、 口元落ちで染めた一頭のライオン。どこかで家畜を殺して食べ終えた直後らしく、喉を潤すために、泉へ来たようだ。ライオンは、泉の水で人落ちついた後、落ちていた布切れを見つけて、しばらくじゃれついていたが、やがて飽きたのか去っていった。その後、ピューラモスが遅れて、待ち合わせ場所にやってくると、そこに、ディスベイの姿はなく、あるのは、 ライオンの足跡土地で汚れ引き裂かれたベールがった。彼は恋人がライオンに食べられたものと勘違いし、絶望のあまり身に携えていた探検で喉元をついて自殺してしまった。その直後、もう大丈夫だろうと思って元の場所に戻ってきたティスベイは自分のベールを握りしめて生き耐えているピューラモスの変わり果てた姿を見つけた。彼女はしばし名目した後、まだぬくもりが残る葉を 同じように自らの胸に当て、愛しい人の亡骸と折り重なるようにしてその後を追った。翌日になって、ことの次第をすべて知った両家の親たちは深く嘆き悲しみ、両家の争いが原因で悲惨な死を迎えた二人への償いとして、二人を同じ墓に埋めてやった。それ以来、この比例の結末を見届けた桑の木は飛び散り流れ出した二人の血で染まったような、 赤黒い実をつけるようになり、恋人たちの深い悲しみと永遠の愛を今に伝えているという。ゆえに、クワの木はピューラモスの木とも呼ばれている。ありがとうございます。